皆さんどうもこんばんは。スターベムズの日高徹と純です。純さん、そして今日はですね、サポート的に、年齢順でいきましょうかね。ドラムオンドラムス、深夜元気フロムサムシングなんか色々言いそうになっちゃったよね、はい。そしてオンギターは、ウッシーフロム、今はバンドはないですね、フロムサムシング、フロムサムシングが2人と今日はスターベムズの曲をちょっとセッションしてみようという感じで、別にまだ2人が入るわけではございませんが、お手伝いしていただいて久しぶりにスターベムズの曲を演奏してみたいと思います。そうだね。ではまず聴いてください。なんだっけ、デスティニーWe'll be right back.
えますね。年取ったほうがいいね。こんなにギャーギャーしてたんだ。そりゃ辛いわ。次はヘッドライブ。およん。じゃじゃーん。続きましてもギャーギャーしたレッドライトシャインという曲を聴いてください。すごいね。そうね。あれだけ考えたらずっと回してるじゃん、多分。ねえ。すごいですね、本当だ。では。何やった？ホールディングオン的なやつ来ましたね。
汗かいちゃってね久しぶりにおじさんたちがね汗なんかかいちゃってさ、ビールなんか飲んじゃってさ。でもあの今日ヘルプしてくれてるね、源ちゃんとウッシーはあの見た目ほどおじさんたちではない。どっち、どういうことですか。どうです、だって実年齢よりやっぱ上に見られる2人ですよね。上に見られます、ね、でもなんかその傾向にみんなあるよね。若い人さ、割とこうひげを蓄えていたりとか、俺らが35ぐらいで見てあんまりこういなかった ね、子供っぽく見られてって普通だったかもね。なめられたくない世代ってことなんじゃないですか。なるほど、なるほど、それあるんだ。確かに九州人っぽい発想かもしれない。ウッシーはそんなに舐められたくて、舐められたくなくてヒゲじゃないでしょ。じゃないですね、うん、これがいいと思ってやってる。そうですね、結構タトゥーがっつり系。いやでも入ってないんですよ。入ってそうな顔だよね、ウッシーはね。あ、わかる、イメージで入ってるって言われ、イメージタトゥー、イメージタトゥーね、エアタトゥーみたいなこと。得だねそれ。そうなんですよ、得だね。まあそんな4人で愉快にやらせていただいてますが、今宵ね、あと2曲皆さん楽しんでいただければと。ああ、次はじゃあ、源ちゃんがフェイバリットだと言っていただいてくれてます。ステイパンフォーエバー、聞いてください。3人ぐらいこうクールファイブみたいな、コーラスが大変なんですよ ね、 意外とね。あのキングトーンズとかね、わかんないと思いますけどね。下乗りで、ぜひスターベムズを手伝いに来ていただきたいと。まあこういつかね、お客さんがこう一緒にねガンガン歌ってくれるようなね。そうですね、シンガロングなライブ、まあ、バンバン歌ってもらっていい。はい、ね、まあ、ここねやってたね、お客さんにマイクを向けてる。そうですね、見てた。なるべく早い段階で ね、 ライブができるように我々も、いろんな方を交えてまたリハしたり、いろんな人と、ね、インスタライブをして、その模様もね、プロセスもお届けしようと思っておりますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。それでは最後、
ニューウェーブという曲でお別れしたいと思います。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。皆さんまたインスタライブやライブハウスで会いましょう。ありがとうございました。